妻夫木聡、初共演、志尊淳は育ちがいい、誠実オーラたっぷり。俳優の妻夫木聡、志尊淳が10日、日本マクドナルド公式ツイッターのライブ配信企画、妻夫木&心田志尊と一緒にご飯バーガーいただきますに登場。視聴者と一緒に新商品ご飯バーガーを実食し、 CM 撮影秘話に花を咲かせた。新商品ご飯フィッシュは風黒胡椒とご飯照り焼き、ご飯ベーコンレタスの復活を記念して開催。画面越しにファンと一緒にせーのご飯バーガーいただきますと元気よく頬張った二人。妻夫木が美味しいですね。日本人といえば魚とお米なのに、なんで今までメニューになかったんだろう。初めての味なのに馴染みがあります。黒胡椒がご飯と魚を絶妙に相性よくしていますねと笑顔で語ると、志美子とも、ソースがご飯と合う、ご飯とフィッシュにとても合っていますねと舌鼓を打った。新 CM では会社の先輩後輩を演じている。妻夫木は、志尊くんは育ちがいいのがにじみ出ている、一つ一つの所作が全部綺麗、食べ方、持ち方、ドアの開け方、呼びかけ方も紳士的で誠実オーラがたっぷりで、一緒に共演して気持ちよかった。もし本当に後輩だったら頼りがいがあるし、いろんなことを任せたくなると回想。志尊は、妻夫木さんは柔和なイメージ、現場の雰囲気作りを妻夫木さん自身がされていて、現場に入りやすい空気を作ってくださっていたと感謝した。また視聴者から、共演が決まった時のお互いの印象は？という質問が寄せられると、志尊は、これまで全然接点がなかった、舞台の裏で一度お会いしたことがあるぐらいで、お互いの共通の友人がいるぐらいでしたと答え、テレビ、映画でずっと拝見していた妻夫木さんと先輩後輩役として共演できるなんて夢にも思っていなかったので、すごく嬉しかったですと喜びを語っていた。1時間のライブ配信には延べ23万人以上の視聴者が集まった。